系本当に嫌なんだよね。よっしゃー、はい、ごきげんよう、ジャニーズゲーミングルーム、今回はこの辺りになります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。キスマイの宮田です。どうも、なにわ男子の長尾健太です。よろしくお願いします。高橋佳代です。お願いします。なにわ男子のリーダー大橋和也です。お願いします。はい、で今回やるゲームなんですけど、はいはい、こちらです。世界の遊び大全51。おー、出ました。よいしょー、やったことありた。はいはい。おー、やってるんだね。やったことあります。そうですね。なんかちょっと喉にさっき食べたなんかあんこがちょっとあんこ美味しい。あんこ系多かったですよね。いやー、美味しかったです。これが4人でできるゲームなんだって。あ、なるほど。大富豪やってみようか。はい、お願いします。よいしょ。 OK。 楽しそう。大富豪、いや現実世界でもね、大富豪になりたいよな。そうですよね、本当に。あー、本当だ。大富豪がちょっとやらしい。あ、ルールありますね。まあ、本当だ。え、どうする？え、スペード3返しって何？ジョーカーより強いやつがスペ3。あ、そうですね。ってことだよね。はい、スペ3が一番強くなります、それ。縛りは？あの、マークが縛りになって。あー、それか。ずっとハートだけとか。なしでいいんじゃないですか。なしね、縛り。難しそう。うわ、宮古落ちありっすね。でも、宮古落ちって1位の人が、あの、2位の人に負けて、うん、2位の人が、2位の人と3位と4位の人が1位になったら、こう、1位の人対4位になっちゃうんですよ。1位以外だったら4位になっちゃうってこと？そうです。あ、オッケーオッケーオッケー。本当に。じゃあ、それありにしてみる？オッケーです。で、何ラウンド？あ、5ラウンドでプレイでいいか。はい。はい。これが一番少ないからね。はい。オッケー、やってみよう。はい。OK です。よいしょ。え、これ何番目？あ、そう。待て待て。あ、俺か。うわー、あ、俺からか。あ、俺ピーチか。やばいな、難しい。あー、そういうことか。これで出せるんだ。あ、あ、分かった分かった分かった。ってことは、これ出そう。ジョーカーって誰持ってるんですか？絶対言うたらあかんよ。絶対言うたらあかんよ。なんで？うわ、分からない。ジョーカー持ってても負ける時はあるからな。え、じゃあジョーカー最後持ってたらいいんでしょ？持っててもいいんでしょ？このゲーム多分いいんちゃう？何も書いてなかったから。お、いや、救急車もないですね。いいですね、もう教えてくれるのにいいですね。な、出せるやつを。出せるやつな。優しい優しい。優しめの大富豪。うわ、分かりやすい、これは。はぁ、これなんか黙っちゃうね。黙っちゃうっすね、これ。いいですね。いや、俺ちょっと上手い下手すぐ分かりますよね。ちょっとごめんなさい。もうじゃあなんか俺の手札めっちゃ強いっす。本当に？やばいっす。おい、しゃー、めっちゃ強いっす。ちょっとこれは買っちゃうかな。バス。うおー、うおー、うおー、よいしょ。いやー、強いぞ俺。何？追い抜くパターンの人？強くて。追い抜くパターンの人。うわー、誰？に、うわ。うわー、序盤から2来たな。来たな。これでいこう。うわうわ、負けるな。俺、ジョーカー持ってるかもしれんぞ、俺。そうなの？わかんない。マジで？わかんないっす。持ってるかもしれないです。うわー、なんでみんなそんななんかさ、高い数字出してるの？ね。まだここじゃない。ここじゃない。なんかここじゃない。出す場所がある。うん。まあ、なんか負けた人罰ゲームしようよ。うわ、いいっすね、それ。いや、なんか、ちょっと、黙りすぎてて、取れ高ないなって思って。確かに確かに。そうですよね。大富豪を選んで僕が悪いんですかね、これは。いやいや、楽しいよ、大富豪。大富豪でも、ね、ババ抜きとか結構こう、ギュッて構えちゃいますもんね、うん、何来るか。確かに、集中しちゃうっすね。うわー、それ来たか。それ来たらもうこれしかない、俺は。めっちゃ喋ってるやつ、なんかふざけてるやつみたいになっちゃう。どう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 、はあ、わー、いいな、いいな、そう来る。いや、でも俺今回の手札結構すごいよな。めっちゃ自分の手札褒めるやん。そんなに。いや、結構、うわー。ヨッシーが誰ですか？パス。うわー、これどうしよう。え、どうしよう。待って、俺もすっごい悩んじゃう。だってヨッシーもこれいいのかな。ヨッシーあと5枚で、ね。
え、いいのかな俺あと2、4、5、どうなんやろ11枚俺8切り八切り、まあ、矢切りいっちゃったどうなんやろえ、でもあと1枚これいいのかなもうこれしかないこれてかさっき8、3枚持ってた3枚持ってましたよ、ね、やぎりしれっと3枚やりましたよね長尾俺じゃないよあれ誰よっしゃーおいふぅーちょっと声枯れてんなちゃんとさっきのクックでやられましたねよしよしよし俺の番組来ましたなんかあんだけ強い言うてたのにあんだ結構ってことはいやいやこっからこっからこっからだねこっからですこっからだおぉ…え、てるおっとさあ、これ見ていいんかどこ取ったそれどう強い言っていいのか分かんないですね、これそうどうなんすかねこれ、多分おい、マジかよそんなえぇ、強兵頑張れいや、頑張ってるよ、俺強いからさ強いな、うん、いやいや強いのかな手札に助けられてる感はあるうん、うん、やっぱ俺負けかなすごい温存してるよね僕は温存してんのそうでも俺1位なんてもんだねこれってさ上がっちゃいけないカードってあ僕最後2位出して1位多分いけるんじゃないですか、はい、何でもいけるはい何でもいけますジョーカーでも2位残してもいい8切りあれってことはマリオがリーダーですかリーダー。あ、違う、ダメなんかい。ダメなんかい。あ、4位だった。4位だった。ジョーカーだけはダメでしたね。いや、ダメだ、ダメだね。はい。4位や。ジョーカー、反則入ってないじゃん。実質2位なんですけどね。いや、そうなんだよね。そうなんですよ。ルールがね。ルールが分かってないからね。いや今ここまで俺ちゃうねんな見え張ってきてんけどさうん佐藤なのあんた最弱やねんな多分俺どっちかにいや勝てるよいけるあ負けたないやええ勝負するでええ勝負すると思うよ二人ともなるほどねええ勝負すると思うパスうんやろで、やろおパスおおこれでどうすあーいや、最後に、最後あ負けたくさい感もあるけどな負けちゃうなんでさち、なんで3を出したんやあ、お交換できんねやあ、そうか、俺3位か次から交換できるそういうことねうわめっちゃええやんマジかよえ、めっちゃ次カード1枚選んでくださいえいやいや、出したくないあいやいや取られたーうわーいや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 るでやるでやられたじゃあ俺から始めていいんだなそうですねどうぞー俺さっき4位と思いきや3位なんですよねそうそうそうもういいよあ怒ったやばえいあらあ、結構上から出しましたねほんまに大丈夫ですかもう俺は怒ったあれ序盤から飛ばす人やあー負けたやばいこれ負のループ入ってるわおお俺の手札今すごいねんなぁいやすごいカード集まってるのかな俺のカードいやこれはもうちょっとやられたわでも4位の人ってあれじゃないですかあの弱いカードがめちゃくちゃ集まるからそれでなんか革命を起こしたりもできるしみたいなまあそうだよねですよねそれが面白いところだもんね革命されたら僕一番強いカードいっぱい持ってるので負けるかもしれないですよ、ね、いやこれなぁそこなんですよいやぁこれあの見てる人に見当たってバカなんだなって思われてそういや僕も思われてますねなんかバカって思われるの嫌だよねそうなんですよ口だけ達者みたいなやつねパスカードだカードはねいいの引いてるよ僕8切りうわ
あいつ。いや、まあ、1位は捨てたよ。2位やっしゃー、1位。いや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 、僕カードはすごいんすよ。よっしゃー。いや、勝てる勝てる。あー、やっぱり出すとこが重要。やばい、俺大富豪慣れてるかもしれん。カードが、俺はカードはいいカード持ってるよ。でさ、あのせっかくやっぱこのメンバー集まってるからさ、はい、一番ダメだった人さ、はい、今までライブであった恥ずかしいエピソードだったりとかにを喋るっていうエピソード系ですか。うん、まあエピソードね、分かりました。なんか、あ、これやっちまったなみたいな、はい、今までどこでも話してないエピソードね。うわあ、それ考えながらダイブするんや。やばいな。おっと2位分かった。貴様お疲れ様です。イエーイ。ちょっと待ってくれ。お、じゃあこれ見ていいってことですね。そう、見て大丈夫よ。これってラウンド5の時に良いやった人が言わないとダメって感じですかね。1ゲーム1ゲームずつじゃないですか。そんな1ゲームそんなエピソードある。そんなエピソードあるそんなエピソードある。4つから。おー、イエーイ。やばい。じゃあね、お任せいたします、宮田くんに。何をだよ。あの、ラウンド5に終わってからなのか、1ゲーム1ゲームなのか。1ゲーム1ゲーム1位取った人が、ってことか。どうなる。怖い。8ミリ。あっ、おっ、ああ。これどうしてもいいかな。ああ。いや、逆に宮田くんの手札どんなやったかちょっと見たい。確かに結構守ってましたよ。俺バカだって思われてそうだな。俺バカって思われるのだけ本当に嫌なんだよ。なんでそんなバカに敏感なんですか。これ見てる人多分思ってるんでしょうね。今出せ今出せとか。そう悔しいなこれ。あー、まあでも3位。いや、これファイナルラウンドだから。あ、そっか。これ負けたらエピソード言わないとダメなんですよね。ちょっと待ってくれ、これ渡したくないぞ。え、待って、俺強いカード2枚選ばなあかんの。やばいって。俺ずっとそれだったんだよ。え、これやばいっすね。ちょっと待って、これもうさ、すげえ萎えるよね。萎えるっすね。ちょっと待ってくれ。さあ、あー、負けたかもしれへん。ちょっとこれはキャッチしてやめてほしい。おお、やっぱ3枚出してくんやね。なかなかボタン押さなかったらコントローラーが振動してせかしてきた。あ、そうなんですか。え、そんなんあるんですか。せかしてくる。知らなかった。パス。俺か。いや、3枚はな。お、優しい。優しくね、たまには。優しくいこう。やる。そういうのがいいよね。大事だよ、たまに言うのも大事だよ。大事大事。大事大事。僕はそういう休息を。大事大事。大事にしろよ。裏切んなよ。止めんなよ。なんでだよ。勢い止めんなよ。みんなで回していこうぜ。はい。めっちゃヤジ多い。ルイージ持ってるの。あ、いいやいいやいいや。なんかいいぐらいで。おい、2枚とか強えよ。ルイージ、ヨッシーは持ってるもの強えから。うわ、強いな、手札。マジか。パス。いいよ。あー、やったかな、お前。いやー、13、2枚は、ピッ。どう動く？パス。お、こうやった方が楽しいよ、なんでも。これで。あー、いいとこ楽しくしたいな。1位なれるか。いや、あ、これもう最終ラウンドだ。
そうなんですよね。ですよね。うわ、これが合ってるのかさえ、なんかもうわからんなってきた。ケントの手札が全然弓が、いや、強いな、みんな。弓が分かれへん。今出したの大保護さん。はい。持ってるもん、レベチ。本当に。いやー、なんせ、おー。どういう手札。待って、あ、これ無理かもしれん。うわごめんなさい。あ、何に対してやるか。やってもらった。怖い怖い怖い。やってもらった。いや、多分2が他のところに1枚しかないはず。俺出して、惜しく2出したから。うわ、すごくない？ 2枚でジョーカー。この使い方は。こういうやな。すごいね。いや、1持ってんのよな、多分。ほら。で、2だって持ってる人1枚やから。うわ出されへん。でも順番的に順番うわ待って俺負けたかもしれない。いや俺が大丈夫。なんで俺一つ。うわやめといてよかった。やったー。はい。やばいって。うわもう2位存在しないでしょ。そうそう、もう2存在しない。いや俺こいつを使うタイミングミスったな。使うというか、これみんなの手札想像しながら、あとこれが何枚残ってるっていうのを考えながらやるってわけ。でも考えてさ、勝てへん。俺の手札壊滅的やって。にゃーにゃー、そういうことね。にゃー優しい優しかった、いや俺多分負けたわこの3のさばき方だけマジで無理だ。よしよしよし、俺負けてるかもしれん。よしやばい、よしイエーイ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 。待って、1位は僕でーす。ありがとうございます。第4位はプリン食べすぎてお尻プリンプリン、なにわ男子のリーダーお待ちくださいでーす。おはようございます。これやっても罰ゲームありますよね。じゃあ今まで雑誌とかでも話してないこれやっちまったみたいなエピソードをじゃあ教えてください。そうですね、僕ズボンにいつも穴開けがちなんですよ、うん、踊ってておうおう。 FNS 歌謡祭でほいほいほい、仮面舞踏会を踊らせていただきまして。そうなんですよ、一緒だった。で、ね、その時に座って腰振るダンスがあったんですよ。いっそエクサシー。そこで僕穴開いてましたそれで穴開きながらめっちゃ腰振ってたっていうのが一番恥ずかしかったんですよね、この最近エクサシーだね。エクサシーでしょ。めっちゃエクサシーしてると思って一番してます。見てました。それが一番恥ずかしかったです。それは恥ずかしいね。ほんまに恥ずかしかったです。じゃあ最後に締めのやつお願いします。わかりました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。